2023年8月、夏の暑さがピークを迎えている北海道。気温は優に30度を超え、夏でも涼しいと言われていた北海道も今は昔。北海道のエアコンの普及率は2000年代には 20% 未満だったのに対し、ここ数年は 40% を超えているらしい。とはいえ、まだまだ普及しているとは言い難い北海道のエアコン事情。エアコンが設置されているお家は珍しいと言えよう。もちろん我が家にもエアコンは設置されていない。賃貸物件なので仕方ないが、それにしても暑い。部屋についている全ての窓を全開にし、部屋に風を通すことで体感温度を下げようと試みるも、話はそんな簡単ではない。熱いものは熱いのである。しかしこうなると嬉しいこともある。それはアイスコーヒーをより美味しく感じられるということ。キンキンに冷えたアイスコーヒーをお供に、体を冷やし心を満たそう。このキンキンに冷えたアイスコーヒーは最近の私のブーム。エアコンのないこの部屋で連日の真夏日に耐えるために始めた習慣が気に入り、以来真夏日ではない日も続けている。めっちゃ美味しそう。いただきます。あー、来た。あー、生き返る。うまい。夏のアイスコーヒーは最高だ。暑いね。暑すぎる。うん、エアコンつけたい。北海道も暑いもんだね。朝ごはんを食べ、今日も一日が始まった。今日はどうしても着手しなくてはならないことがいくつかある。1つ目、先日支笏湖で採集してきたハゼの仲間、その水槽のお手入れである。彼はずっと水槽のある暮らしがしたかったらしい。今その念願が叶い、毎週末は満足そうに水槽のお手入れをしている。始めるまでは全く未知の世界だったが、いざ始めてみるとなかなか手のかかる趣味である。苔はすぐに生えるし、水はすぐに汚れる。少し放置しただけで環境が悪くなってしまう。平日は朝から晩まで働いている彼にとって、1週間に1回この土日で水槽のお手入れをしなくてはならないというわけだ。今日は私もその一大イベントに参加し、ハゼのために環境を整えていく。水槽がきれいになり、また生き生きとハゼが泳ぐのを見ると少しだけ嬉しくなる。このお家ではいつの間にか生物への慈しみの心が養われていく。さて、お次は巨大化し暴れてしまっているモンステラ。こちらも言わずもがな彼が大好きな植物のうちの一つで、置き場所を考えずに集めてくるので非常に困る。また夏になり、植物たちも意欲的に成長しているので、その悩みに拍車がかかる。ここは最も我が家で暴れ狂っているモンステラを切り戻し、今一度部屋の秩序を保っていこう。彼に了承を取り、根元から切断していく。ちなみに植物の多くは切り戻した茎に成長点を残しておけば、再び根を生やし葉を生い茂らせるので、
今回の計画ではモンステラの数がさらに2つ増えることになる。つまり一旦は部屋のスペースが整理されるのだが、ゆくゆくはモンステラの株数が増えてしまい、余計部屋が圧迫されるという現象が起きる。抜けられない植物地獄。よし、できた。かわいい。いいね。ひとまず水差しにしたモンステラがかわいいので、よしとしよう。そうこうしているうちにお昼ご飯の時間。今日のお昼ご飯はキーマカレー。やはりお昼ご飯はワンプレートに限る。夏はひんやりしたものを求めるのが世の常ではあるが、なぜかスパイシーなものも同時に求めてしまう。これはおそらく人類の七不思議の一つ。どうしてわざわざ汗をかこうとするのだろうか。豪華だね、なんかね。最高。最高だね。最高。いただきます。いっせーので、いただきます。いただきます。熱い。意外とね、膜が来た。おー、ぐでたま。うまそう。美味しそう。美味しくないわけないよね、これね。美味しくないわけがないキーマカレー。お味はいかに。うまい。うますぎ。めっちゃ美味しい。卵が効いてる。とても美味しいキーマカレーをいただき、大満足のお昼ご飯。日付は変わって翌日、相変わらずの真夏日。しかもジメジメとして北海道らしからぬ天気である。北海道といえば夏でもジメジメせずにカラッとしているのが特徴なはずだが、そう文句ばかりを言っても仕方がない。今日のお昼は彼の希望でルーローハン。希望といっても作ってほしいという意味ではなく、彼自身で作りたいという意味である。彼の料理の哲学はハマったらとことんで、最近はルーローハンにはまり毎週毎週作っている。今ではレシピを見ることなく、すべて目分量で美味しく作れるようになっている。ちなみにルーローハンにはまる前は一時期カルボナーラをずっと作り、ずっと食べていたらしい。それは私と出会う前のこと。そして今彼のカルボナーラは絶品である。そういうわけで彼曰くルーローハンも完成に近づきつつあるらしい。ありがとう。ありがとう。せーの ーで、いただきます。絶対美味しいね。絶対美味しいね。トマトから。いただいてみます。チンゲン菜忘れちゃった。あ、本当だ。水がうまった。上手。トロトロ。うわ、美味しそう。これは美味しいよ。
対に美味しいルーローハン、お味はいかに。いただきます。美味しい。成功。成功。いただきます。うまい。うまい。うんま。おお、よかった。気づいたら秋に。やだ。お昼ご飯を食べ終わったら、今日も今日とてやりたいことが。洗面所横と洗濯機の隙間、このデッドスペースを有効に使えるように棚を作り設置したい。例のごとく DIY セットを準備し、早速取り掛かる。うむさんも興味津々でこちらを見守っている。電動ドライバーで意気揚々と始めたものの、細かな作業が求められると知り、手持ちドライバーへ工具を変換。これがなかなかの辛い作業で、やっぱり電動だと行ったり来たりする。とはいえ、徐々に完成に近づくにつれ、いい棚ができるのではないかと期待は高まる。あとは棚板を設置すれば作業完了。完成までもうすぐそこまで来ている。例のごとくボンドで補強しつつ場所を定める。ビス止めだけだと心もとないので、これがベスト。ボンドが少し固まったら、最終的にビスで固定する。よし、ナイス、できた。とてもシンプルだが、とてもベストな棚の完成。よし、ちょっきり完璧。計算通り、洗濯機と洗面台の間にぴったりと収まった。これは完璧。やりたいことをすべてやり尽くした休日。趣味に生きる私たちの夏の日々は地味だけど、とても充実しています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしています。